皆さんこんにちは本日の読み屋チャンネルを始めます本日は2年前に前3回にわたって配信したオーディオタイマーの制作の再編集版を配信しますまずは余談からそしてコンセプト回路図制作プログラムの説明実動さと進めていきますまずは余談からこれは40年くらい前に作ったオーディオタイマーです続けているところが時代を感じさせますね これでも AC を4系統独立で制御できる当時としては優れものでした。中身を見てみると、なんと、埃だらけです。ではなくて、AC アウトレット、電源トランス、ヒューズ、メカニカルリレー2個、SSR2 個、ブザー基板、あとはほとんど見えないですが、下にメイン基板と LED 表示基板、ただでさえ大きなケースの中に部品がぎっしり詰まっています。まあ、そんなオーディオタイマーをアルドイノを使ってよりコンパクトに。 よりシンプルにそしてより高性能に作りましょうというのがコンセプトでしたまずは LED 表示部分についてシンプルにするために必要最低限にすることにしました中央に白を基調とした時間表示領域上部には曜日表示白を基調にしていますが日曜日は赤土曜日は青で表示するようにしています そして下には4チャンネル AC アウトレットオンオフ表示用の LED を配置しました。ここは時計表示と分けて判断できるように赤の表示としました。次にキーボード、シンプルに14キーとしました。よくあるアップダウンの形式は苦手なので中央に点キーを配置しています。入力は対話型にしたかったので Enter ーキーとバックスペースを左に配置しています。これで入力の確定と訂正ができるようになります。 右上にはモードボタン。表示の時間と日付、消灯の切り替えができます。タイマー予約時など、入力中にキャンセルして時計表示に戻す時にも使えます。右下にファンクションキー。これは時間設定やタイマー設定などの機能を呼び出すのに使います。次に使用するマイコンですが、みんな大好き AT メガ328を単体で使います。実はこのプロジェクト、隠れたコンセプトとして AT メガ328を単体で使って何か作るというのがあったんです。 さて、あとはそれらを適当につないでプログラムさえ作ればオーディオタイマーができてしまうわけですが、ここで回路図も紹介しておきましょう。中央に AT メガ328がありますね。私の電子工作では珍しいんですが、GPIO べてを使ってます。推奨発信回路もつけてあります。AT メガ328は内部発信回路を持っているようですが、RC 発信です。時計を作る上で精度上不安があったので、外部推奨発信にしました。 LED の表示はダイナミック駆動にしていますが、スキャン線がここになっています。このスキャン線は LED 表示用とキーボード用を共有で使っていますが、合計で7本ですね。データ線は LED 用が7本、キー用が2本、計16本で LED とキーボードを制御します。ソルトは独立して LED 制御用回路がこちらです。4K と独立に制御できるようになっています。 ちょっとここで余談この回路図スキャン線は LED コモン線をドライブするためにトランジスターで増幅していますがキーボードのスキャン線も増幅した信号を使っています最初はこのようにアル u i n ノの GPI o 線から直接スキャンするようにしていたんですがメイン基板とキーボードを分離した時にこのコモン線の増幅回路をメイン基板に搭載したためキーボードも増幅後の信号を使わざるを得なくなってしまいました基板を分離する時にはどこで分離すると効率的かも考えるとよかったですね 最初は何も考えずに 90×72mm の基板で作ってみました。これをプラスチックケースなんかに入れて、リレーやコンセントはこのアルミケースで作ってしまおうというのが当初の予定でした。例えばここに穴を開けて上から見るタイプも考えたんですけど、あまりかっこよくないんですよね。やはりフロントパネルに LED 表示器もキーボードも付けたいです。ということでここを真っ二つに切って配置しましょう。というのは嘘です。 切ることはできませんがメイン基板と LED キーボード基板を分離したボードを作り直すことにします。ということで主要なパーツだけ紹介します。まずはアルミケース。高値の YM180 を使います。私は結構このタイプのケースよく使うんですよね。中にはネジとゴム足が入っています。メイン基板は半分くらいのサイズのものを準備しました。 LED キーボード基板はこの基板をケースのフロントパネルの大きさに切って使うことにします7セグメント LED は最初に作ったボードと同じものを使いますそれ以外の LED は半弦角が狭く正面から見ると眩しいので広角タイプのものに変更しますキーボード用のタクトスイッチもキートップが大きいものを使います電源は USB 電源を流用します小型のものを購入しましたさらに AC の制御にはリレーを使います 4チャンネルなので4個。おっと、そんな前時代的なものは使いませんよ。こちらの SSR を使います。この SSR は小型で秋月電子さんで安く購入できたんですが、今は売り切れ。残念。SSR は 8A まで使えるタイプですが、放熱の関係で 2A までで使います。そして今回の秘密兵器がこちら。抵抗型のヒューズです。これで AC 系の配線がシンプルになるはずです。まずは LED キーボード基板を作りました。 基板もある出しもありかと思いましたが、一応化粧板を貼りました。サイズはアルミケースのフロントパネルと同一サイズになっています。ケースを加工して裏側から貼り付けるようにします。ケースが黒なのでマッチするんじゃないでしょうか。メイン基板がこちらですね。LED と基板がなくなったので半分のサイズに収まりましたね。メインボードはこのあたりに取り付けましょうかね。それではメイン基板と LED キーボード基板を接続しました。まずは動作確認。電源、オン。 12時00分と出てますね、表示は大丈夫そうです。で、えー、時計をセットしてみたいと、寸劇をやっていますが、実はこれ、回路図の説明のところで話したように、キースキャンの信号をトランジスターで増幅後の信号を使ってるからなんですよね。 プログラムはこちらの回路図のように GPIO から直接接続する回路用に作られているんですが GPIO からの信号が H の場合トランジスターはオンするのでステートは L になるので論理が逆になるんですよねキースキャンは L の時にされるんですがここでプルダウンしているので押しても離しても論理は L のままなのでキーを受け付けなかったというわけですということでプログラムの論理をひっくり返してプルダウンだったところをプルアップにしたら直りましためでたしめでたし それでまあえっと表示させた感感じじがこんなでですね。それでやっぱり曜日の LED や特にコロンなんですけれどもこちらの方の発光輝度が7セグメントの LED に比べてだいぶ眩しいので個別に抵抗を入れて調整していきたいと思いますえ個別の抵抗を取り付けてみました。まあ、これもちょっと動画では分かりづらいですけれども、まあ、大体同じ形で光るようになりました。 ま、抵抗の方はこんな形で取り付けましたね。まあ、後ろの方にちょっと出っ張っちゃうっていうのはあまりかっこよくないんですけれども、まあ、見えるところではないので、これでいきたいと思います。ようやくアルミケースの穴開けが終わりました。まあ、5時間ぐらいかかったかな。で、えーと、まあ、ここにフロントパネルがこんな形で付く感じですね。そして SSR をここに取り付ける予定です。 本体のアルミケースに取り付ければ放熱性もいいと思ってここに取り付けることにしましたそしてあとは1 0 0トのコンセント用の穴を4つ開けてありますあとは電源用のコンセントのケーブルを通す穴ですねケースにそれぞれのパーツを取り付けてようやっと完成しましたパーツの取り付けだけで7時間ぐらいかかっちゃいましたね、まあ、加工も含めると12時間ぐらいでしょうか、まあ、それでメイン基板の方はこちらの方に取り付けました で LED 基板の方はこんな形で取り付けができましたまあフロントパネルの方もうちょっと削り込んじゃってもいいかなっていうところはありますけれどもとりあえずこれで使っていきたいと思いますそして1 0 0ボルト系なんですけれども SSR をここに4つネジ止めしてありますで一応放熱しやすいようにパソコンなんかで使われるシリコングリスを塗ってありますそしてモーターなんかの 誘導性負荷をコントロールする場合にはコイルからの逆気電力で SSR を壊してしまうことがあるらしいんですよね。まあ、そういうことでこちらの方にバリスタを入れてありますそしてここにダイオードを取り付けてあります。まあ、こっちは DC のコントロール側の方なんですけれども、まあ、通常メカニカルリレーを使う場合にはリレーのコイルの逆気電力でこちらのロジック回路の方にダメージを与えてしまうことがあるので、まあ、こういった形で逆方向にダイオードを入れるんですけれども。 SSR でそんなのいるのかなっていう疑問に思ったんですけれどもこの SSR のアプリケーションノートを見るとここに逆気電力防止用のダイオードを入れてくれっていうふうに書いてあったので一応入れてありますそして 100V の方の配線はだいたいこんな形で まあそれなりにうまくできたと思ってます。ただちょっと失敗したのがですねこの 100V のケーブルは近所の DIY ショップで買ったんですけれどもやっぱちょっと太すぎちゃったんですよね 1200W 対応のケーブルなんですけれども太すぎて収縮チューブ入れるのにも苦労しましたし配線の取り回しにも苦労したのでもっと細い線で良かったんじゃないかなと思ってます、まあ、SSR にそれぞれ入れてあるヒューズが 2A のものなのでトータルでも 8A ぐらいしか流さないのでここまで太い線はいらなかったと思うんですよね で、ちょっと見えづらいですけれどもここに太い収縮チューブがあると思うんですけども実はこの中に先ほど説明した 2A のヒューズが入ってます、まあ、もしこの中で切れたら配線し直すのはかなり大変ですけどねそして電源の方がここに配置しましたそして USB ケーブルで本体の方に電源を給電するような形ですね、まあ、ちょうどいい感じで収まったんではないかと思いますでこちらが大昔に作った、 TMS1121 を使ったタイマーなんですけれどもまあこの当時はぎっしりぎっしり詰め込んでたんですよねそれに比べるとケースは半分以下の容量になったにもかかわらず多少隙間ができるくらいの余裕で配置することができましたやっぱ時代の差ですよね、まあ、それではちょっと動かしてみましょうかね、まあ、こんな形でえつきましたねやっぱり LED ディスプレーが奥まっちゃってるんでちょっと角度がつくと見えづらいっていうところがあるんですけれども、まあ、ちょっと位置的にはしょうがないところはありますね まあこんな形で時計もセットして使えるようになりましたあとはここに電源ランプを並べてありますねファンクションキー1の1番オン、まあ、これで1番のスイッチが電源オンになりました TMS1121 のタイマーと並べてみました通常表示してる時の表示は同じような表示になってますねそしてキーボードもグッとシンプルになってますよね TMS1121 の方は20キーだったのを14キーーでででままとめててありますすこれでもタイマーの方が高機能になってるんですよねそれでは恒例のプログラムの説明に移っていきますがイニシャルリリースから2年経っているのでいくつかのバグフィックスや変更が入っています2年前の YouTube の最終回までにはここまで修正されていたようですね その後これだけ修正しましまた大きなものの一つとしては2021年5月5日にタイマーをミリスからマイクロスに変更したことでしょうこれにより時計の誤差を微調整できるようになりましたこの時に1秒をタイマーの100万11マイクロセカンドに調整しましたが最近調べたら月差2秒くらいの精度ということが分かりましたこれでも精度はいい方だと思いますがさらに調整1秒を100万10マイクロセカンドにしたのでおそらくは月差1秒くらいになるのではないかと期待しています そしてその時に2年ぶりのバグを見つけてしまいました12月1日なのに日付を見たら1月1日になっていたのです原因は後ほど説明しますさてプログラムですがこのタイマー RTC も使っていなければ time.h のライブラリーも使っていませんマイクロスのタイマーを使ってプログラムをカウントしていますなぜそんなことをするのかだってその方が面白いじゃないですかそれだけですそれで1秒はどうやってカウントしているのかというと ループ関数の先頭でマイクロスの関数を使って現在のクロックを読み出します以前プリビアスリフレッシュタイムに記録した時間からプログラムで規定する1秒を経過していたらインクリメントリアルセカンドを呼び出して1秒をカウントするようにしていますちなみにプリビアスリフレッシュタイムはループ関数が初めて呼び出される時はセットアップ分のここが実行された時の時刻が入っています2回目以降はループ分のここで前回の時間にプログラムで規定した1秒を加算した値が入ります なのでこの if 分により常に前回カウントした値から1秒経過するごとにカウントされますちなみにこのループ分の中はキー入力中であっても実行が止まらないように作られているので時間は常にカウントされています次に時計のカウントの仕組みですがループ関数内で1秒経過するとこの increment リ,リアルセカンドが呼び出されますこのカウンターは60秒経過すると0にリセットして インンンクリメントリメトトトアルミニッをを呼び出しして1分をカウントします同様にインクリメントリアルミニュットも60秒経過するとインクリメントリアルアワーを呼び出します同様な感じでカウントされていくわけですね時間は24時間制でカウントしています24時間経過するとインクリメントリアルデーが呼び出されますがここは注意が必要です月によって日数が違うからですこの処理はあらかじめ各月の日数をデイパーマンスの配列に入れておいて月によってカウント数を変えるようにしています また、ウルード氏も判断して、ウルード氏の2月は1日増やすようにしています。曜日の加算もここでやっていますね。その月の日数を超えたらさらにインクリメントリアルマンスを呼び出します。12ヶ月経つとインクリメントリアルイヤーを呼び出して1年をカウントしていますが、実はこいつ最近までこのようになっていました。結果として1年が1ヶ月減り、11月の次が1月になってしまっていたわけです。2年経過してようやくこの番組に気がつきました。 インクリメントリアルイヤーは次の繰り越しがないのでカウントアップするだけです。これで正しく時間とカレンダーをカウントできるはずです。次にウルード氏の判定。ここで現在世界で使われているグレゴリオ歴について少し説明しておきます。グレゴリオ歴では4年に1回ウルード氏を設けて366日とします。ただし例外があります。100で割り切れて400で割り切れない年はウルード氏にしないということです。これを考慮しなければなりません。 プログラムではこのようにしていますが、これは後ほど。プログラムに戻りますがウルード年は4で割って余りが0かつ100で割って余りが0の月はウード氏。ただしこれだと400で割り切れる月が抜けるのでここで400で割って余り0の月も売る年にしていますカレンダーをカウントするだけならこれだけでもいいんですが日付設定をした時に曜日が自動計算されるようにしているので入力した日付が何曜日なのかも計算します プログラムでは日本でグレゴルオを採用した1873年1月1日を起点にしてそこから何日たっているかを計算します。でプログラムの説明をしようと思ったんですが今見直すとあまり良いプログラムではないので詳細は割愛します。 実はこんな風にプログラムを書くとシンプルに1873年1月1日からの経過時間を計算することができました1873年から目的の前年までループしてその年がウルードしかどうかをチェックしながらその年の日数を累積していきます月も同様に日数を累積します各月の日数は配列に入れておきますあとは目的の日付 -1 を累積すれば計算できますこの方がシンプルで間違いにくいしわかりやすいですよねそれでは使ってみましょう 現在表示は日曜日の PM12 時15分。時間表示は統一してここにコロンが表示されるようにしています。ここでモードを1回押すと表示が日付に切り替わります。日曜日の12月11日ですね。日付表示は統一してここにピリオドが表示されるようにしています。もう1回押すと表示が全て消灯されます。節電や寝るときに眩しいときには消灯できます。もう1回押すと元に戻ります。次に AC アウトレットを操作してみましょう。モードで表示を消灯させた状態で、 1>, 1を押すとチャンネル1のリレーがオンします2でチャンネル2のリレーがオン同様に3やオンもオンできますもう1回押すとオフにすることができますその上のキーを押すとスリープタイマーが使えますスリープタイマーは電源をオンにして自動で1時間で切れるようになりますもう1回押すと4時間で切れるようにもう1回押すと8時間で切れるようになりますさらにもう1回で1時間に戻りますオフにしておきます もう一つ消灯中に0を押すとキーロックがかかります間違ってキーを押しても受け付けられなくなりますモードキーで解除できます普段使う操作としてはこんな感じですね次にタイマー予約をやってみましょうファンクションキーを押して3を押すと1回だけ動作するタイマーが予約できます画面には PR と表示されていますねプログラム番号を入力します00から29まで30件プログラムできますとりあえず00でエンター次にチャンネルと表示されています リレーのチャンネル番号ですす。ね。1から4を入力しますとりあえず1エンター S- と聞いていますがスイッチをオンかオフかスリープかを入力しますオンにするなら1エンターここで表示にカーソルが出ていますがここに何も表示されていないときには西暦の入力になります2022エンター次はここがピリオドになりますので日付を入力12月12日エンターここがコロンになったので時間を入力 18時00分。時間は24時間式で入力します。Enter。これでプログラム完了。ファンクションキー4は繰り返しタイマー予約ができます。プログラム番号、今度は01にしましょう。Enter。リレーチャンネル2チャンネル。Enter。オンで Enter。そうすると lu と表示されていますが、これは実は w です。Week の意味ですね。0から6で曜日を設定します。0なら日曜日。1なら月曜日。 ななら火曜日というようよになりますその他に7を押すとエブリデー全ての曜日8を押すとウィークデー月曜日から金曜日9を押すとウィークエンド日曜日と土曜日にオンできますあとは時刻を入れて Enter を押せば予約完了です予約したタイマーの確認はファンクション後 プログラム番号0 0エンターと押すと、リレーチャンネル1でスイッチオン。2022年12月12日、PM6 時00分。確認時は12時間制になります。同様にファンクションキー5。プログラム番号0 1エンターと押すと、リレーチャンネル2でスイッチオン。ウィークエンドの PM10 時30分と確認できます。クリアはファンクション6。プログラム番号0 0エンターで、SR と出ていますが、手話の意味です。0で NO。 1>, 1がイエスです消すので1エンターこれで消えます他にもいくつか機能がありますがこの辺でまあこんな感じで台湾型のユーザーインターフェースを作ってみましたということで本日の結論軽量コンパクトな高性能タイマーが作れた電子部品の小型化高性能化には時代の進歩を大きく感じたアルドイノタイマーでも合わせ込み次第では高精度になるそんなところですそれでは本日の動画はこれにて終了です よろしかったら評価、ご登録いただけるとありがたいです。ご視聴ありがとうございました。それでは、さようなら。